はいどうも、アキです、バトスタ始まりました。やっぱり2時からでしたね。はい、ということでね、バトスタ簡単に、概要説明、まあ昨日まあしたんですけれども、実際やりながら説明していきたいと思います。はい、まずは限定チャレンジが追加されております。まあ基本的にやれば簡単にできるんですけれども、まあ難しいのはこの上から行ってバーニングタイムというものが、まあなんかたまに来るなんかボーナス時間帯みたいなのが10分間ね 100% プラスアップスコアボーナス選手プラス、そこにまだ 100%50% っていうのがあるので、まあその試合中に何かやるっていうのが結構多くて、あとはスコアボーナスの合計 300%400% 以上ということで、僕で今 377% なので、なかなかね400超えるのは難しいと実際思いますね。はい、倉持が本当にスコアボーナスなるのかによって僕もこの 400% 達成できるかどうか決まってくるので、ちょっとあれなところではありますね。で、要するにで全部これやると金ゲドウ君くれるので、僕は400なんとか頑張りたいんですけど、大丈夫かな、大丈夫なのかなというところではございますね。まあでも僕はちょっとね無理すれば別に一瞬 400% にすることはできるので、まあまあまあという感じです。はい、でね、実際バトルスタジアム、はい、押してみましょう。はい、報酬一覧見ましょう。はい、今回ねちょっと変わったのが、前回はこの SR なんとかまでだったんですけど、今回はその上に金ゲドウ君が3つつきました。これはおそらくですね、ランキング報酬狙う方のためにも、まあまあ上限もちょっと上げておこうかという感じですね。まあなので倉持だけ狙う方はこの1億ポイントを目指せばいいと思います。前回7000万でアバターだったので、で僕がスコアボーナス大体150とかぐらいで1週間石を使わずにやれば余裕で取れたので、まあ今回も150ぐらい、150ぐらいスコアボーナスパーセンテージあって、1週間ちゃんと石の分をねちゃんと自操作でやってれば余裕で1億いくと思われます。はい、でまあ下は同じ感じですね。 PR のあれが倉持がいてということで、まあ僕はなんとか今日中に SR 倉持までいけたらなと考えております。はい、でこちらランキング報酬ですね。はい、ずらっと見まして、おそらくなので僕が前回無課金で石使わずにやった感じだと、この5000から1万位ぐらいのところぐらいまでかなはいけたと思うので、 PR3 体手に入れれますね。それくらいで無課金でちゃんと対策してやれば、まあ前回ならばですけど、まあなので僕は今回狙うのはそれ以上、最低でも SR ガチャ券で目指すはこれですね。僕500から2000以内の SR ガチャ券と薬師の SR ガチャ券、あのライチとかが出るところを僕は目指していきたいと思っています。さすがにその上のね PSR ガチャ券まではちょっと無理な気がしてます。実際500円以内に入る自信はないですね。ということで、まあ2000以内、最低5000以内を目指していきます。はい、でということで試合やっていきますか。実際グダグダ喋らずに試合をと、ちょっと待ってね、これ Wi-Fi 接続が悪いから、なんか今日 Wi-Fi の調子が悪いんだよね。はい、で試合すでにね5分ほど話して出遅れているのですが、まあまあ、で僕が実際、はい、477% プラスです。この9人とあと先発、中継ぎのエースと抑えの選手合わせてのパーセンテージとなります。試合操作オフで、さすがにじゃあ1回目は何もなしていくか。でどんどんアイテムを僕はね普段まあメガホンぐらいしかアイテムあんま使わないんで、アイテムどんどん使っていきます。でもうひたすらホームランを狙っていこうと、とにかく球目、おいおいフォアボールはやめろよ、風呂わざと。はい、オッケー、もう全員パワー A ないし S でアーチスト持ってるからね。あ、今ちょっと何点だったか見るの忘れちゃった。今何点だった、ホームラン打った時に全然見てなかった、よそ見しちゃった、打った瞬間に。そこ確かめないといけないってことだったのに、まあ皆さん多分見れてると思うんで。へい、そうね、だけどピッチャーと守備はほんとひどいんでね。さあちょっとずれてもホームランになる、さすがだな。やばい、4万ポイントだってホームラン、
普段って1万とかだよね多分普段の試合やっても。これやばいな。とにかくホームラン打っときゃもう大丈夫みたいな。さすがにこれホームラン打てないな、調子悪いから。本当は絶不調の時のことも考えて弾道4にするのがいい説もあったんですけど、まあまあ別に全打席ホームラン打たなくてもまあまあ。やばし、やっぱ絶不調だとさすがに無理だな、ホームラン狙うの。さあホームラン2本で完封して何点取れるか。完封できなさそうだな雰囲気的に。本当ナックル振ってくれるなコンピューターって。おおボールか。へえ、もう釣り玉とか使わずナイスピッチ使っていくよ。おっとだったら釣り玉使ってたわ。で普段よりねボーナス選手入れてるためランクがね下がってるので普段より全然弱い敵と当たりますね。なのでそこも普通にありがたい。みんながみんなちゃんとバトスタ対策してるわけでもないと思うので、だからしてる人の方がむしろ少ないだろうねどう考えても。ちゃんとねなんか攻略サイト見たり YouTube 見たりでなんかこう調べてる層の方がよっぽど少ないと思うので、まあ、なのでボーナス選手作ってる人はそれだけでねだいぶボーナ本当にボーナスはいてる。おお完封できなかった。さあこれでどれくらいのポイントを得られるかで、1回でおおめっちゃくれた。1回で300万か。あでちょうどよかったバーニングポイントきた。だからこれは 527% になるのかな、 50% プラスされると。はいこの期間中とかなんでね石使う方はここでバントを使えばいいと思います。で1回で300ってことはとりあえず試合しよう。1回で300ってことはそれを石1個分に換算すると1500、石1個でだいたい1500万ってことはそれを6回、石6個でもう倉持ちか。安いもんだな、石6個使ったら SR 倉持ち手に SR キャラ手に入れられるのか。安いな。普段だと昨日も話したんですけど何個だ、石150個で200個ないし150個でようやく1体みたいな。バトスター美味しいな、そう考えると本当に。うわースライダーか、騙された。おい、いや絶不調じゃなかったとりあえずストレート打っときゃホームラン打てるね。とりあえず400超えも、あーうっそー、ちょっと詰まった、もったいない。こういうのほんともったいなくなってくるから しっかりやんないと。で思い出したんですけど400超えもしてますね。300超えはどうとかとか400超えできるかどうかとか言ってたんですけど、もうすでに400超えしてますね。はい、何でもなかったですあれ、さっきの最初言ってたの。なんで金ゲドウ君僕は取れます、てかもう取れたんじゃないかな、なんならほらちょっとまずいじゃん、200だって。はい 527% になってますね。ホームラン1本打てなかった分に200まで落ちちゃいました300から。とりあえず5試合やりますか。あでもアイテムも使っていこう、せっかくだから。どうせ余ってるやつとかあるし、これに 5% したらさらにこっから 5% になるの。なんかもう 5% したところで 5% はかっこわらわらみたいな感じになるけど、メガホン使うと。じゃあメガホン使うか次の試合。負けたくないんだよな。でOK、なんかこれ鉄腕ついてると、なんか小筆ちゃんの投手に教えてくる鉄腕結構舐めてたんですけど、鉄腕ついてるとこれなんか結構ナイスピッチできちゃうらしいですね、聞いたところによると。あれなんかこいつ昨日も当たった気がする。 OK、 打席回ってこい。あ代打出そう。 OK、
あれこいつパワーヒモ何もついてないの。あでもまあ撃てちゃうんだけど。あそういえばさっきバトスタで作ったピッチャー入れるの忘れた。バトスタじゃないや、さっきバトスタ用に作ったピッチャー、あのサクセス動画上げてるやつ、あれなんだかんだ入ってくると思う。オッケー、これ300いったかな。よし300。いやーこれ倉持楽いな、倉持なんて簡単に取れるな。もうどこまで来た今。次どこだ、次ここか。とりあえず倉持取ってみて、そいつが倉持が本当にあれになってるのかを確かめたいな。で527に、まあまあ 5% プラスしたところでだけど、まあやってみよう。よし、打ちにくいな超スローボール、タイミングが全然わかんねえ。あご愁傷様です。何が一番上の変化球で打ちにくいだろう、やっぱツーシームかな。ムービングファーストか、ムービングファーストの方がどうなんだろう。ああこれありがたいわ、今なんか全部狙われてるとこ行けるけどコースだけは分かるから。打たれるんかい。こうさ分かるかな、このメガネの表示が出る前にも変化球選んじゃうからあれなところあるよね。とりあえず OK、 もうストレート1本よ、ストレート1本よ、狙うわストレート1本よ。ああファールか、渋い。内角の打ち方誰か教えてください。いまだに内角が打てません。ファールになります。ファールか渋いセンターフライになります。まあ、他の球を選んで打っておりますと。いやー、ホームラン打てるな。全員あやあやゴリラにしたからな。SR 倉持、石6個も使わないな、この感じだと。石5個で取れるな。やばい、ガチャ1回で SR 手に入れちゃった感あるわ、それだったら。で別にこれを作るために、サクセスに石も割いたりしてないんで、今のところ。オッケー、友澤グッバイ友澤。やば、500ポイントも手に入れてる。やばいな、520。ああやっぱ 5% されてるか、さらに 5% されてる。まあ 5% されたところでみたいなところあるけどね、もう何百パーって言ってるところに 5% されてもみたいな。これ最高全部 PSR レベル40とかで作ったら最高いくつになるんだろう。レベル50か、最高だと本当に最高の最高だからいくらになるんだろう。24対80の1000とかいくのかな。1000はいかないのかな。うわまたフッチデックチョのやつに回ってきやがった。おっしゃー、ありがとう、ど真ん中のストレート。いやパワー S にしといてよかったわ。ただただホームラン打つならパワー S も絶対いらんねん。あいらないんだけど、この人絶対あれだね、5番ミート D パワー S って絶対あれでしょ。ちょっと 見よっか、この人対策してる人だよ絶対。あれしてない人だ、全く入れてないわ。やっぱみんなやってないのかな、ちょっと気になるんだよねそれ。あんま対策してないのかなみんな。だとしたらランキング報酬が非常に楽なんだけど。もうなのでね、なんかごちゃごちゃいろいろ説明してきたんですけど、今までいろんな動画で、この動画見ていただいたら実際バトスタっていうのがどういうもんで、なんでこのボーナス選手作った方がいいのかっていうのが非常にわかると思います。でこの
じゃあベンチの選手のパーセンテージは一体何なんだっていう話もよく聞かれていたんですが、まあそれもまあ見せますか。 OK、 ありがとう。要するにね、中継ぎの選手が投げたその1イニング分の奪三振とかは、そういう40何パーセントじゃなくて、例えば10何パーセントのやつだったら10何パーセント分とかねだけプラスされて、最後に全部まとめてスタメンと、先発投手、そして抑え中継ぎとね、3人分のが合わされたのが最後に全部でこうパーセンテージかけられるんですよね。よく打たれんな、それにしても。ただなので我妻くんが抑えたアウト3つは 7% しかプラスされてないんですけど、まあまあそこをさらに最後530にこれだとするので、やばい、石1個分で200ポイント稼いじゃったってことは、やっぱ5個だ、石5個で倉持取れるんだ。うわー、楽だー、楽なもんだ本当に。で見た感じ、そう、この赤文字は試合で活躍した個人ボーナスっていうのが、このポイントがだから中継ぎの場合でヘボイ選手の場合だと、さっきだと 7% しかプラスされてませんっていうだけで、ここをさらに合わせて最後500なんとかかけるんで、はい、スコアボーナスが530にされるんですね。まあだから難しい話なんですけれども、ここをかけるわけでもないのか、だからまあまあとにかくスタメンだけとりあえず頑張って作ってればいいっていう。お、94位だ、今94位だ、何気に94位まで来ちゃった。まあ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 そんなもんでしょう。ちなみに94位だったら何くれるんだろう。あ、113位まで落ちた。そんなもんだよね。だから今さ、今の時点でここでしょ、500位はやっぱ無理だな今の時点で。でも2桁いってたっていうのはありがたいね。今の時点だと SRK3枚狙える位置にいたのか。まあまあでもこんなちょっと、だってこの瞬間だけでもまたランキング下がってるでしょ、120位。ほらもうだから熾烈なん、上位争いは熾烈すぎるから、この2桁争いには絶対手を出さないと誓います。はい、でおそらく期間限定チャレンジが全部クリアできたんじゃないかな。あ、バーニングタイム 100% 中に1勝っていうのだけできてないですね。まあそれは仕方ないですね、まだ 100% が来てないので。まあということでね、まあまあスコアボーナスこれくらいあればやはり上位は狙えるということですね。石それなりに咲けば、まあそれなりに咲きますけどね。ということで、あとは倉持が本当にボーナス選手になるのかどうかというところだけはしっかりね確かめておきたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあなるべく毎日ね、今のランキングこれくらいですっていう動画撮りたいと思いますので、ぜひともそちらご参考にしてください。一応ね最後に見せておきましょう。はい、こっちじゃないな、こっちか、こっちからパワーストーンで、あ、間違えた、買わないよ。なんかね、またキャンペーンが始まるらしいんで、明日からこの3500円のが2000円になるらしいんで、それは買っておきたいと思います。はい、所持パワーストーン内容無料配布分97個がどれまで減るかによって、まあ無課金でどれくらいの石でランキング取れるのかということを僕が証明したいと思います。ということで、また別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。